1月中旬、今日も私は布団の中にいた。耳の中にできた帯状疱疹のせいだろうか、めまいや吐き気、頭痛がして何もする気になれない。ベッドの上で一日のほとんどを過ごす日々。私には疲れた時に見たくなる動画がある。それはうさぎのおもちくん。おもちくんのお母さんの名前は大福さん。なんだかとっても可愛い親子。我が家にはおもちくんと変わらないくらい可愛い女の子がいる。体調が悪くても欠かせないのは植物のお世話とジャスミンのお世話。植物のグリーンが心を癒してくれる。実はジャスミンの体調も良くない。お散歩に行けないジャスミン、ご飯が食べられないジャスミン。元気を出そうとインテリアショップで買ってきたフェイクグリーンを使ってスワッグを作ることにした。1月中旬から2月にかけて季節性うつの症状が現れることがある。一歩外に出ると笑顔でよく話し、誰かから電話がかかってくると元気に対応する私は健康そのものに見えるのかもしれない。けれど時に襲ってくるうつ症状に負けそうになる時がある。日本はまだまだ心の健康についてオープンに話せる国ではないような気がする。私はそれを変えていきたいと思っている。今日は1週間以上放置していた荷物を開けてみることにしよう。膵炎に苦しむジャスミンを1日おきに動物病院へ連れて行く。たった3キロのジャスミンだけど
往復45分歩くのはかなり疲れてしまう。本当は車を買いたいのだけれど、車を買う余裕はない。だからジャスミン専用のベビーカーを買うことにした。気に入ってくれるかな。Do you like it? いいね、ジャちゃん。怖い、怖い、怖いね。慣れてないもんね。怖い、怖い、怖い、怖い。2月2日、今日は節分だ。節分とは立春のことで、悪を追い払い、福を呼び込むために豆まきをする。今年は恵方巻きの代わりに手巻き寿司にした。簡単で美味しいから。少し欲張りすぎてしまったかな。うまく巻けるかな。去年の節分はジャスミンが元気だったから二人で豆まきをした。楽しかったな。インド人の友人にもらった緑茶を入れることにしよう。ジャスミンは今年14歳になる。人間の年齢でいうと72歳。こんな平凡な日々がジャスミンとの大切な大切な時間。私があなたを守るからね。